はい、こんにちは。こんにちは。古気学者石倉由伸です。かき氷女優サマイヒルです。イエイ。今回我が家で初めてのコケコラボです。コケコラボですね。そうですよ、サマイさんのコケコラボ。そうなんですよ。私、まずコラボ自体が初めてなんで。すごい。うちはね、女優さん出るの初めて。初女優です。コケ好きのおじさんとか役者の男友達とか多いけど、何人か。そう、女優さんの役者友達は初めてです。嬉しいです。よろしくお願いします。いやね、沢井ちゃんもね、かき氷の、YouTube、まあ、かき氷チャンネルとはあのコケチャンネルほど歌ってはないんですけど、かき氷が好きすぎて、それをなんか周りからなんか のそたりしないよ。いや、俺ほんといいことだと思う。いや、俺もそういう風に言われてコケ YouTube やってて、でそっから多分ほらいろんな人と会っていくっていう、今回もあるみたいな、ね、派生してくるのいいんだけど、まずただあなた好きすぎだからね。ほんとね。そうなんですよ、今日ここに来る前も一杯、一杯あれまさかあの谷中の方ですか。そうです。あーそこですか。大丈夫ですか。大丈夫。うち下町から近いところがありまして。ありまして、そこにちらっと はいはい、行ってきて来ました。で今回コケコラ、はい、じゃあよろしくお願いします。嬉しいです、楽しみにしてます。今回ねあれですよね、前編後編というか、そうですね、コケテラリウム作り、はい、石倉が沢井ちゃんにコケテラリウムを教えるというか、そう一緒に作ろうってね、はい、そうですよ。だってコケについてぶっちゃけ何も知らないです。そう、そういうことなんだよね。昔って、舞台で共演した時にね、はい、ちょうど稽古中にバレンタインデーがあって、はい、まあ大体ね、あの女子がさ、そのギリチョコ的な感じでさ、くれるわけですよ。まあ、沢井ちゃんとかもキャストみんなにね。私、唯一。そうだよ。あなたくれてなかった人だ。あ、そうだよ。じゃあ、熱い。プロデューサーのね、あの、やなちゃん、柳川さんとかね。柳川さんと、あの浅沼ちゃんの今日ね、女性がそう3人だよ。3人女性がいたのに、浅沼ちゃんと矢野さんはしっかりバレンタインだから、一応もらったね、ギリ的なね、みんなのね。私は何ならバレンタインももらいました。そうだ、そう、それでだ、ホワイトでなんかなんつって、男連中もみんなね、ここになんかありがとうねって、女性陣3人に言って、はい、てそうだよ、そう、それで俺がコケテラリウムあげたんだよね、ちっちゃい瓶をね、はい、3人に。でもご報告があって、うん、いや、ヤナちゃんのもそう。ちっちゃいとね、結構難しいのよ。結構難しいの。でも一回アドバイスいただいて、やって、ちょっと復活したんですけど、うん、ちょっと、うちの猫ちゃんが、ちょっと暴れてぶつけて、尻尾に巻き込んで、ゴロゴロンってなって、もう、ちょっともう修復になってしまったので、手を合わせておきました。そうなのよね。他にもね、女優の先輩、はい、木村みどり子さんとかにもプレゼントしたんだけど、あそこも猫飼ってんだよ、ドリさんとか。やはりそう、吉野もすごい可愛いやついただいてさ、あれ、猫にやられてつって、やっぱり今回作るやつもちょっと置きましょう、もう気をつけてください。はい、全然手の届かないゴロリンコに。猫そこそこ高いとこまで行くからね。入れない部屋、入れない部屋って言うんですかね、はいはい、お風呂場の洗面所のとこに、とか、まあ、そこはどうなんですか。 おトイレとかね、あ、そういうところ、トイレ、うん、いいですもんね、お花とか飾るのもいいって言いますね、お手洗い。そうです、そうか、その環境もどうなんだろうとか、そういうのもちょっとあんまり知識がなく、ね、で今回このコケテラリウム、この作りを教える前に、はい、ちょっとね、コケちょっとお勉強もちょっと、お勉強、うん、お勉強、まず前半はお勉強ということで、はい、で後半あの沢井ちゃんの方の YouTube で作る方やった。あんまりここで長く喋るとみんな飽きちゃう。確かに飽きちゃう、飽きちゃう、飽きちゃう。雑談はずっと続くからさ。そうですね、うん、そもそも俺寝がおばさんだから、ずっと稽古中でも雑談できちゃうから。気をつけて。そうですね、ずっと喋っちゃう。早速いってみましょう、はい、ね、ぜひ。まあ、ここから撮ってますんで、はい、沢井さん初めてのこれすごいですね、ちょっとね。じゃあまずね、
テラリウムを作る前にちょっとお勉強しましょう。勉強しましょう。ぬるぬるじめじめとかあるじゃないですか。はい、で苔ってまずどう思う？すごい質問来ました。そう。石倉さんが苔を好きだっていうことによって、うん、見る目は変わりました。ちょっと意識するようになってしまった。はい、なりました。そうなの。だけどよくさ、うん、いろんな人がじめじめとかぬるぬるするようなって言うじゃん、苔ってさ、うん、って言うけど、実はねじめじめはねカビなの。でぬるぬるもなの。ほうほうほう。ね。苔は菌類でも藻類でもないわけ、はい、カビが菌類で藻は藻類だから、はい、つまりね植物だ。苔は植物だったのよ。あ、だからお水をあげて光合成をするっていう植物なのね、はいはい、もう一回言うけど、もう一回言うけど植物、はい、で、うん、でこのね植物のカテゴリーじゃなくて種子植物、はい、シダ植物、はい、苔植物に分かれるの、この3つに。いわゆる植物っていうのはね、はい、種子植物っていわゆるバラとかチューリップとか、うん、種で育つ、はい、で種子植物っていうのはジャングルに来てパワパワって入ってるんです、はい、あとで見せてあげて玄関の前にあるからっていうのと苔植物っていうのね、はい、苔以外の説明がかなりアパートなんですけど、そうパワパワってね、そうそう。でもシダ植物っていうのは種子植物と違って、はい、種じゃなくて胞子から胞子で増えてくる植物として、はい、で苔植物っていうのも胞子だ、はい、でもシダとシダと苔っていうのは、うん、シダは根っこがちゃんと、そう。でそこでそこから来るのでね、はい、苔植物っていうのは、はい、センター類っていうものに分かれてくる、学術的に言うのね、はい、でそれがさっき言ったみたいに胞子から育つ、光合成をする、はい、根がない、胃管束がない、ていうか、この胃管束っていうのは、うん、茎の中にさ水を吸い上げる、うん、はい、あるじゃない、はい、よく理科の教科書とか勉強のレントゲンみたいな、そうそう、植物のレントゲン、そう、ああいうふうにこう、はい、根っこから水をあげるっていうのは胃管束、持たないだから根っこがないから、あ、そっか、でもう一つクローンから育つっていう、え、なんかはファンタジーになりました、そういうことすごいのよ、そこね、はい、ちょっと苔植物の雰囲気が少しふわっとなんか壮大になってきたでしょ、なりました、クローンかな、増えんのね、クローン、そう、苔ちぎると、はい、そこからまた芽を出してる、へ、だからもし踏まれても、踏まれて葉がちぎれてもそこからまたいけるっていう、だから胞子で育つこともできるんだけど、はい、オスとメスが受精しなくてもちぎれて増えていったり、自分から無精がっつって一人でそういう卵、うん、オスとメスで受精してないのに卵を産むっていう機能が生きていく方法をいっぱい持ってるんだ、怖い、待ってた、ちょっと待って、素敵でしょあ、そっか、かっこいいでしょ、怖くない、一つも怖くないからね、SF チックだね、そういうこと、あ、そういうの怖さね、違う違う違う、違う、壮大壮大、そう、壮大、で、苔植物は地球上に、うん、なんと約2万種います、うん、地球上に、え、2万種、嫌だった顔したじゃん、2万種も違うよ、あ、でも本当に地球上で何が一番邪魔かって言ったら人類なのね、はい、地球を脅かしてるから、あ、でもし人類がいなくなったら地球は素晴らしい環境のいい星なんだけど、うんうん、はい、その時に一番繁栄するのは植物なんだって、昆虫でもない、ゴキブリでもない、動物でも鳥類でもない、植物が一番生命力というか、はい、そうなんだ、人間が一番地球上で邪魔なんですここはもうホラーでもない、いわゆる哲学的になってくるわけですよ、ね、だから約2万種いるんだけど、はい、日本には約その中でも約1700種ぐらい、1800種ぐらい、全然、これは多いんですか、うん、これはだから標高が高い山だけの、山が多い国になると、うん、そういう標高が高いところにしか住めない国があるってなると、うん、日本は縦長で四季があるじゃないですか、はい、そうですね、で標高もまあ富士山から発生するから、うん、多い方だ、一つの国、そうなんだ、でも約1割いるっていう、あ、そっか、そう考えても、うん、多そうだな、日本も多そうだなと思ってましたけど、うん、このなんか数字が2万でしょ、うん、2万ってさ多いとか、うん、植物の中で多いのか考えちゃうじゃない、
そうですね。で、これバラってどのぐらいいるのかと思う。はい。5万種いるの。で、その時ね、バラに負けたと思ったの。思ったんだけど、バラは品種改良して5万種なんだ。なるほど。人間が、また地球に邪魔な人間が。品種改良して出来上がっていろんなのあるんだけど、はい、苔は自分たちだけで増えてる。だから本当顕微鏡で見ないと分からなかったりもする。やっぱり怖いじゃないですか。怖くないや。じゃそんぐらい生きる力というか生命力がすごいの。そうなんだ。品種改良なんかもできないし、自分たちがここで住むためにやっていって少しずつ種類が変わっていく形、葉っぱの形も変わっていったりして。改良は今もやったりはしてないんですか、苔。本人たちでやってるかもしれない。だから約2万種というのと約1000だからね、増えてるかもしれない。増えてるから、それ全てがまだ見つかってない苔もいるんじゃないかっていうの言われてるから。見つけてくださいよ。いや、でもそう、本当に山奥とかジャングル行かないとここら辺のやつはね、みんな、いろんな人が今までの研究されてるから見つけてるから、ね、ここら辺の街歩いていねえかなってのはない。いつかこう石倉ゴケね。そういうの見つかったらね、嬉しいけど、でもそのぐらい数がいる。そう、知らなかった。で、それがだからその3つのカテゴリーに分かれるんだけど、線体類の線類、体類、ツノゴケ類ね。いわゆる線類っていうのが、はい、杉ゴケっていう、よく聞く、なんか庭園とかにあるふさふさ、後で分かるけど見せるけど、はい、いわゆる今日やる今日は線体、線類を使っては苔って選ぶんだから。で、タイ類っていうのはゼニゴケとかってよくね、ベターって、嫌われがちの苔。でもジメッとしてるのはカビだから、ね、あ、そうですね、それはカビです。そうそうそう。で、もうちょっとツノゴケ類っていうのがなんか胞子体がツノみたいな形なので、でもこれも17種類ぐらいしか、すごくいきなりちっちゃくなりました。まあ、でも発見されてないっていうのと、こっちの方がもう如実に多いっていう、うん、これがこういう形になる。ちょっとこれ本当に勉強授業でちょっとこれ教科書的な感じだけど、すごい。こっちが線類って、この葉っぱ、線類っていうのは葉っぱがふさふさしてる。これ苔なんですね。そうなの。で、タイルっていうのは今さっき言ったゼニゴケの葉っぱがベタっとしてる感じなんだけど、はい、それぞれこうやってこう胞子体って言って、こう柵柄から柵がつくのね。これ、はい、でこっから蓋がこうやって蓋が開くと、ここから胞子がふわっと、これはもう体類も一緒なんだけど、胞子体、この配偶体っていうのはいわゆる葉っぱ。これ茎とか葉って書いてあるのは、うん、その苔の中でもちゃんと茎としてあるの。で、まあ、茎がない体類もいたりとか、はい、茎がある体類がいたりとかっていうことなんだけど、で、これ見てもらうと分かるんだけど、花根って書いてあるでしょ、うん、はい、根っこみたいな形があるんだけど、はい、仮の根と書いて花根なんだけど、はい、偽物、偽物。いわゆる植物の根っこっていうのは水を吸うじゃない、はい、でもこいつらは水を吸わないの。偽物なの。こいつらの役目は何のために、ブロック塀とかだったら落ちないじゃん、はい、そいつにしがみつくための機能を持ってるの。かわいい、やっとかわいいね。そう、ほんと、そうで、だからブロック塀とかさ、はい、落ちないじゃない。落ちない。あれは花根がしがみついてる。そうか、根っこがなくてもそうしっかりついてるのは、そう、花根、花根が、花根の力。そうだから、もう俺が思うのはこれ花根って名前がおかしいと思うんですよ。そうですよね、うん、足とかさ、そうですね。がしがみつく、なんだろう、そう、頑張るやつとかね。頑張るやつって名前にならないかもしれないけど、しがみっこみたいな、しがみっこみたいな、しがみこんとかでもいいですよね。で、そういう感じで根がないから苔は、そうなんだ、葉っぱ本体から水を吸収するの。だからシュシュ切り引く必要なの。そう、そうす、だからあの乾燥するとカラカラになるし、はい、水あげって潤うっていう。普通の植物はそうじゃないじゃん。なんか思ってました、テラリウムのいただいた時も、うん、ここを潤わさなきゃいけないのかなみたいな感覚に、そう思っちゃってて、うん、葉っぱなんです、ね、葉っぱなの。土を濡らすというよりかは葉っぱに直接かけてあげる。これ面白いですね。でね、苔との楽しみ方って、はい、まああるじゃないですか。そうですね、はい、これぜひ皆さんにもね、そう、知ってもらいたい。そうです、僕の YouTube を見ると、もう散々やってる。そうですね、うん、これまあ散策、はい、散策。であともう一つ、
苔の観察、はい、でこの拙者栽培だからまあこれを一気にできるんだけど、まあ、はい、街を歩いて観察したり、うんうん、でスマホで撮ったり拙者をする、うんうん、でこれは栽培に関してはそこら辺の苔を取ってくるのは良くないから、あ、やっぱそうなんですね、うん、テラリウムで売ってる苔とか売ってるので、あとホームセンターでも苔売ってるから、うん、買ってきたやつを栽培したりとか、うん、苔を作ってる会社というかあれがあるの、生産者さんがいるの、いるんだ、あの地方とか、ね、山梨とか山形とか一緒に、うん、そう、そのためのもの、そう、ちゃんと苔の畑っていうか、はい、苔をこういうふうに育てる場所を作って水あげたり管理して育てる業者さんや一切管理しないで、うん、自然に入ったやつを殺し出してっていういろ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 天然苔と、だもう結局生産者さんは天然完全にもう育つの待つだと、うん、環境は整えたりするんです、その環境がやっぱその土地として難しいみたいな、でもビニールハウスとかではない、もう外ないんですね、うん、でもなんか一応遮光する網みたいなやつをかけてあげたりしてるらしいけど、それぞれなんかいろいろ頑張ってやってる、そういうのを購入したりとかして、うん、その次はですね、はい、この栽培方法を続き、でもいわゆる苔の盆栽、はい、ホームセンターとかでも盆栽屋さんでも苔を売ってるんで、それを買ったりして、はい、うん、でここは結構メジャーな感じ、メジャーな感じ、うん、盆栽にあの下に貼り付けるのね、で今度その次は巻き苔で張り苔網苔苔テラリウムってあるんだけど、いきなりなんかちょっと専門用語になってたでしょ、で巻き苔っていうのは、まあ、完全にさっき言ったようにちぎれたりとかするとかあるじゃん、だからバラバラにしてこうやって巻いてあげて、巻いてあげて少し砂かけてあげるとそこからまた増えていく、だからこれが1個の苔じゃなくて、はい、1本の木たちが合わさり合ってのコロンになる、そうそっか、怖くなってきてそうですね、またいつかね、なんか家がそこから侵略されるそうだよ、まあ、侵略するまではいかない大丈夫で、その時に、はい、それとは別でその巻かないでそのコロニーで貼るのが張り苔、うん、で網苔っていうのはもうちょっと違う、はい、ネットとか不織布みたいなところにこうやってピンセットで苔をこう編んでいくのね、編む、うん、編んでいくと編んでいくとこれがジーパンにつけてるようなやつなんだけど、はい、こうやってはいはい、刺繍だ、そう、刺繍、そう刺繍ではないんだけど、でもこういうところにこうやってピンセットで編んでいくと、こいつで土がなくてもそういうところでも育てる、それでおいらはここにジーパンに、そう、ジーパンに入れてんだけどね、そう、ジーパンに言う楽しみ方がさらに広がった、ちょっと違うんだけどねで、それの他には今回、あの、さやちゃんが今回挑戦するコケテラリウム、まあこれが一番、まあいわゆるおしゃれだったりとか、メジャーだったり人気、ね、うん、ですね、でこれでね、はい、でこれからコケテラリウムを作る、はい、だからこういう感じもできるじゃないですか、はい、でもジオラマなんですねこの中でも好きなフィギュアとかも入れて、もう自由な発想で作りましょう、はい、ね、それでね、はい、作る前にちょっともう一つメリットデメリットってやっぱある、あ、うん、育て方も含めて、なんでしょう、メリットまずね、管理が楽、はい、で室内で育てる、湿度が保てる、はい、でその次は虫が湧きにくい、いいですね、うん、でベッドサイドにもだから置ける、あ、となるとずっと見ていられるね、そう、なくなっちゃう、そのうちほとんどする、うん、ちゃんとこうやって LED ライトこうやって育てるくん、育てるライトとか育てるライトっていうのがあるの、あ、そうなんですか、この光量でちゃんと育つよって、あ、本当にそういう、そう、もう専門用育てるライト、そう、植物を育てるライト、知らなかった、これだから俺勧めたら、はい、あの柳川プロデューサーも買ってた、柳ちゃんも、あ、うん、あれそうなんだ、そうそうそう、柳さんち行ったら当たってました、ね、当たってました、あれ専用なのライティングじゃない、ちゃんとこれがこの香料で光合成をするの、苔を、そういうことだったんだ、うん、だからこれも香料3段階ぐらい分けられて、うん、何がそれに合うとかはその苔によってます、そう、植物によってとか、あの苔だけじゃなくて香料が強いのが好きなやつとかで合わせればいい、うん、そういうのがある、そうなんだ、
そう、でもまあまああとまあでもデメリットもあるわけですよ、はい、ね、それではこれデメリットちゃんと分かってもらってね、はい、これまずまあまあ蒸れやすい、はい、湿度が保てる分では逆に蒸れやすい、はい、あと光合成の不安、はい、これも LED があるからね、はい、で日弱になりやすい、こういうところで育てるとほらもやしっこじゃないけどさちょっとひょろひょろしちゃう、うん、そういう意味で言ったら外で育つことが一番なんだけど、コケテラリウムで管理するときにはなるべく湿度は保つんだけど空気が抜けるようにしておかなきゃいけない、うん、そうしないと日弱になりやすいっていうのがあって、その次は、うん、でも心配じゃない、そうするとベッドサイドに置くと、そうなると結果ずっと見て結果ずっと見てられるっていう、あれなんかベッドサイド、うん、結構ずっと一緒にいられるの、コケとは。いや、デメリットにもデメリットだったの。そう、デメリットをも全てメリットにする。ね、で、まあこれ、コケを楽しむということは、共存、一緒に。ほら、怖い。怖くないよ。怖くないって、ちょっと待ってよ。印象よ、これ、サワイちゃんのファンの方がコケ嫌いになっちゃうとよくないでしょ。そう、サワイちゃんのファンの人にも俺好きになってもらえたから、コケをね、うん、その強さというかね、そう、そういうことです、かっこいいですね、そう、かっこいい、かっこいい、そう、言葉間違えないで、そうですね、大事です、大事よ、共存、共存で、こうやって、なのでサワイさんもこれからも背中がコケと触れ合ってすごいね、本日はありがとうございました、ありがとうございます、はい、ザジーじゃないけどね、ザジーじゃないけども、まあ、こんな感じで、でもまあコケテラリウムを作る前にこのぐらいちょっと頭の知識あると、あ、そうなんだ、違いますね、ちょっと触れ合い方がでしょ、そのこと共存していくんだし、そういうこと、怖いなんて言わせないよ、そうですね、かわいいテラリウム、そして私の愛情を、そういうことです、注いで、はい、作りたいですね、はい、じゃあこの次後編で、はい、サワイちゃんのチャンネルの方で初めてサワイミユがコケテラリウムを作る挑戦したいと思いますので、はい、はい、それじゃあお楽しみに、お願いします。